The philosophy of Nindo is...With Ning. Make wa. Enjoy Real Ninja on our Nindo channel.この宿場町はですね、京都への通路なんですね。まあ、隣は近江の国で滋賀県なんですけども、実はですね、この町からですね、ここの部分ですね、宿場から10キロぐらい離れたところに、甲賀三郎というね、伊賀甲賀の甲賀忍者で有名な甲賀三郎が、鬼を退治したというそういう場所があります。で、まあ、3人兄弟で、その一番末っ子ですね。で兄2人にこう裏切られて、穴に突き落とされてね、うんぬんというようなその伝説上の人物で実在したかどうかというのは定かではありません。 There were three brothers who were given the imperial order to expel bandits in a mountain called Takageyama in Wakasa. The youngest Saburo did the best job. However, his brothers became jealous and he was thrown in a deep hole.But he miraculously came back alive. The two elders became so ashamed that they killed themselves. Saburo was then very successful in a few different battles and was given Koka and Iga, the two most popular regions known as the origins of ninja, as his territory, and he was named Koka Saburo.そこには宝鏡神社というお宮さんがあるわけですが、そこでですね、鬼を退治して、そしてですね、まあ、そういった功績をもとにね、伊賀甲賀で、その自分の領地をね得たということでね、まあ、有名な甲賀三郎兼家という人のゆかりの地がこのあります。でその人がですね、甲賀や伊賀の忍者忍術の元であるということを言われている部分もあります。だしそれは伝説上であって、史実とはまあおよそかけ離れているものだとは思いますけど、そういうこうゆかりの町なんですね。で、ここはもう江戸の時からですね、非常に繁盛してですね、いろんな商家とか、それとか馬でこう運送をする馬喰とかね、そういったものがずらっとこう並んでたところで。今現在こう伝統的な建造物ということで史跡になっているそういう場所でございます。まあ、今も観光客の方がたくさん見えられているところですね。There is another ninja spot I'd like to show you. これがですね、若州忍者道場ということでですね、まあ、この福井県なんですけど、この場所にある忍者の体験をする施設ということですね。で建物はですね、もう100年以上前にできているもの、それをですね改造して中に忍術の練習等ができるようにしているということですね。で今年のですね、1月に開きました。若州忍者道場、忍者道場 newly opened this January 2020 in 熊川宿。You will be able to follow Nindo curriculum in the near future.それじゃあ早速道場の中に入ってみましょうか。ここが道場の内部ですね。この中でですね、忍者の勉強をしたりですね、忍術の練習あるいは武術の練習を行うということですね。基本的には屋外で行うわけですが、まあ、雨天の時とかですね、まあ、室内での想定した実技の勉強とかはここで行うということです。これはですね、忍を持って和をなすということですね。我慢して
でみんな仲良くしましょうという、まあ、そういうスローガンというようなものですね。こういうものをここを掲げております。でここは床の間なんですが、まあ、今ここの中でこうちょっと穴開いてますがですね、まあ、いずれおそらくここから抜け穴して、抜けれるようにですねここに設定されると思います。からこの場所ですね、これは普通の音になってるんですが、エロイドのようになっていますが、実はですねこれ抜け穴のここでこう回転してですねどんでん返しというふうになっててですね、逃げれるんですが、まあ、敵がこう追いかけてきたいた時にですねここから逃げます。そうするとですねこういうふうに閉まりますよね。後から追いかけてきた人はやっぱりここから逃げたからこれをまた押して逃げようとですね、あなかなか開かないと、その間に時間を取ってどっかへ逃げていくということですね。そういう想定ができるというこういうどんでん返しの仕掛けかなをしているということですね。まあ、これは一般的な生活の知恵なんですね。まあ、狭いところ空間をこう見えないようにして、で物置を行ったりですねするための場所であるということですね。2階の方へ入っていきましょうか。こう2階ですが、天井が非常に低いですね。でここで刀を振ったりするとですねこういうところを切り込んで動くことができないというような場所でありますがですね、狭いところを有効に使うために2階を設けられているということですね。でここにまあ部屋もこうあると。でこの場所もですね、まあ、もしも何かあった時に逃げないといけないといった時のためにですねここにも仕掛けがこう施してあると。で普段はこういうタンスですね、まあ、物入れを置いてあって、実はここにこういう抜け穴があって、まあ、隣の部屋行けたりですね、まあ、どっかに逃げると。でなおかつですね、まあ、敵がもう大勢迫ってきたといった時にですね2階から1階へ降りる、その時にこういう綱、大きい綱をですね2階から下へ下げてある。これはまあ消防なんかがですねポールのようなものから降りると、ああいうのと同じ想定ですね。で下へさっと逃げていくというようなものですね。こういうものも設けると。だいたいこの屋敷自体はですね以上の内容で、まあ、現在は動いてられるということですね。次回武器の紹介をしていきます。じゃあ日本人の通常の武器は刀であるということですね。当然忍者もそういうものを主に使っていたと。でこれはもう短い時はすぐこう抜けるですね。で敵を切ったりですね、突いたりするということですね。